指定、指定隊の人だ。はやぴ指定隊の人、え、はやぴ指定隊じゃない。こだましてます。朝から朝5時にこだましちゃって行きましょう。はやぴうっせーな、行きましょう。うっせーんだよ。これやべえだろ。なんだよこれ。なダメ。なんですか、はやぴ。新商品、新商品ですよ。え、めっちゃ良くないですか、はやぴ。これこれめっちゃ良くないですか。派手すぎんだろ、お前。いややばいよ。いやいや、お前こんなに黄緑のやついないから。いやいや、これ何個仕入れたんだっけ。これ500個っす。はやぴ大丈夫。いやもう大丈夫。いや、ポエムプレゼンツ、これもう自信を持ってですから。これちょっとやべ、ちょっと宣伝させてもらっていいですか。やべ、これ皆さん一見、いや派手じゃんって思うじゃないですか。そんなことないです。これはめちゃくちゃ有用で、例えばめちゃくちゃ週末のイオンとかコストコとか、あとディズニーランドとか行った時に、やっぱこう、ああもうはぐれちゃって、もう家族がなんか契約になっちゃう時あるじゃないですか。もうどこ行ってんだよみたいな、そういうのを防ぎます。で、お子さんもやっぱかぶりやすい。やっぱメッシュキャップで。こんな子供かぶれねえだろ、お前。いやいや、こんな、はい、やっぱそれだけじゃないっすよ。これ込められたこのメッセージ性を、これ皆さん汲み取ってほしいっすね。はい、薬物やめろみたいな。いや、そうです。まさに指定代はやめろっすよ。本当にこのやっぱ業界ってやっぱ切って切れない、切っても切れないじゃないですか。そういうクリーンなイメージを僕は推進したいっていう、そういうイメージも。はい、大丈夫。500個も仕入れちゃって。いや、大丈夫っす。はい、お前100万ぐらい買ってるぜ。いや、そうです。はい、なんでこれでも僕的にはもう絶対安全な投資みたいなもんなんで。333個売らないと赤字だよ。赤字です。ド赤字ですね。ド赤字なんで。俺からしたらいいけど、ありがたいけど。いや、そう、買い取らせていただいても僕しっかりね、しっかりやります。これ、皆さん、マジでお願いします。ちょっと指定代はダメ、絶対ダメですからね。今一度、特に大手売店、どこだ言わないですよ。に大声を大にして言いたい。みんな立ち上がると。ダメだって。やっぱだってさ、こっちはガチでやってんだもん。ガチでやってんだ。さ、抽選受けてさ、ガチでやってさ、え、ね、自分で自分のお金、自分の働いたお金必死で。これ皆さんもそうっすよ。リスナーさんもそうだと思うんですよ。一般のユーザーさんに対して、もうこれありえない。おめえだよ。お前やめろや。ドキッとしてんだろ、これ見て。ドキッとしてんじゃねえよ。やめろ。お前なんかしてないんだもん。やってないっすよ。僕なんて普通に抽選受けて、で、普段屋台で頑張って必死、皆さんもそうっすよ。生活費切り詰めて魂の1万円ですからね。はい、それで、はい、積もったら言われるんだよね。そうですよ。その結果積もって全部入ってんだから。全部入ってんだもん。だって僕がどうこうじゃなくて、お店が熱いんだから。当たり前です。あいつとは違うわけ。あいつは違います。あいつはもうピンポイントっす。あいつはおめえだよ。ピンポイントなんだよ。いや、ピンポイントっす。はい、ピンポイントっす。はい、機種全部とかじゃなくて、その体だけっす。大盤で。僕もリスナー時代から、ふざけんなよって、こいつ積もりすぎだろってめっちゃ思ってたんだよ。おい、めっちゃ思ってましたんで。そうだよね。さあ、特番だから頑張って。頑張ります、アイビー。頑張って。いや、今日は決めますよ。今日は決めます。はい、大事な案件だから。大事な案件。そうだよね。こういうとこ失敗できないんで、頑張ります。ガツンと積もってくれよ。いや、やめてくださいよ。なんか笑ってるじゃないですか、アイビー。おはようございます。めちゃくちゃ楽しみです。行くか。行きましょう。行きましょう。ポンよろしくね。頑張ります。頑張ります。お願いします。そうだね。俺この帽子めちゃくちゃいいんじゃない？ですよね、大輔さん。皆さん聞きました？ほら。よくお墨付きっすよ、大輔さん。よくねえだろ。ダメ、指定代。いいね。いいっすよね。うわ、センスいい。はい、じゃあ、ということでね、はい、今回、特番、はい、新規開拓の、はい、特番、やった。はい、大輔とポエムね、はい、はい、頑張って。ありがとうございます。頑張ります。はい、で、今回なんだけど、はい、静岡にある、はい、コンコルドっていうね、うわー、クソでかい店。うなぜかね、呼んでもらえたから。すごいっすね。これ絶対に失敗できないから、大輔とポエム、はい、今回呼んだから。ありがとうございます。で、大輔、コンコルドって強いよね。コンコルドめちゃくちゃ強いから。わかる。
もう静岡のコンコルドって言ったら、はい、一強だから。あ、一強そんなにやっせ。やばいよ、静岡の、はい、静岡最強の店って呼んでもらったからね、はい、あ、うわあ、マジですか。よくはよくわかんないけど、なぜか呼んでもらえたから。最近だってもうあれだもん、はい、来店とかも、はい、あの某ね、大手媒体とかキラキラ媒体とか来てるから。そう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 、めちゃくちゃ強いから、はい、だから俺らが行く店じゃないんだよ本来。そういう感じなんすよ、はい、俺らは、はい、あのやっぱ KB に行ってるのが一番あの、KB に失礼だけどね、KB に行ってるのが俺らじゃん。ああ、だコンコルドみたいな店には基本的に行かないから。よく呼んでもらいましたね、これね。 あんなキラキラ媒体としか行かないんだよ。そう、キラキラ媒体しか行かないんだよ。あ、大丈夫なんですか、それは。いや、だからね、はい、あの、これね、はい、月曜日、はい、ね、スノパチ、イスコル来店、はい、おぉ、火曜日、はい、ワンゲーム、テス来店、ね、で、水曜日、ね、テラ一択来店、木曜日、クリストリス、ジョージ来店、金曜日、ね、イガラシブレア来店。こういう感じになっちゃう、こういう感じになっちゃうんだよ、こういう感じになっちゃうから。いや、やばくないですか、それ。大丈夫、これ、あの、これ大丈夫ですか。イスマルとイガラシブレアに、はい、あのね、クリストリスとジョーちゃん挟まれてクリストリスとジョーちゃん行かないと思うけど。あ、だからこれ俺らが呼ばれるっていうのはちょっとね、はい、異常なんだよね。異常です、異常事態、はい、だから失敗できないから。今回お前ら、なるほど、あ、お前ら呼んだから。いや、これ人気者のね。いやいや、人気者の2人呼んだから。人気者じゃん。いやいやいや、人気者じゃん。いや、僕もうまだまだ、もうこれから人気者だよ。人気者だよ。人気者だ。いや、やめてください。いや、そんな大好き人気者だもん、ね、おい、人気者です。胃の中のカワズだよね。あ、胃の中のカワズです。小山の大将です。うぞうむぞうの雑魚の中の小山の大将です。雑魚の中で、はい、人気者です。上位。ちっちゃい猿山のね、ちっちゃい猿山のトップキングです、キング。ザコの中で人気だから、お前らザコの中で人気だから。いいですか、自信持って。今日は、はい、だってよく考えてみて、はい、今日8月10日だよ、はい、8月10日って言えば、はい、あの9人のね、はい、生誕祭が、あ、そうです、あ、そう、今日9人の生誕祭が、はい、もうちょっとそうですね、はい、9人の生誕祭にあえてだよ、はい、あえて平場のポエム、はい、分かる。あっちは生誕祭でめちゃめちゃ盛り上がったはずなので、はい、平場のポエムなんだよ今日、はい、だから本来であれば9人の生誕祭をここにぶつけるっていう、そういうこと、そうですね、それよりも平場のポエムだよ。いや、ちょっと平場のポエム、平場の大輔、はい、平場のジョージ。ジョージっすか。ジョージだから、ジョージも来るから。ジョージ来るの。ジョージ来ます。ジョージジョージ来ます。大輔さん、あ、もう、もう来るっていうか、もうほとんど、はい、もう見えてる。マジっすか。小山がちっちゃいから。すぐ下にいる。小山ちっちゃいから。これちょっと次につなげたいから、はい、あ、頼むぞ、マジで。いや、頑張ります、頑張ってね、次につなげてって、はやぴ、最終的に寺一択と五十嵐マニアの間にジョージとクリストリさん。で、それ、そう繋がったらいいじゃん。そこ目標に、目標頑張ります。ということでね、はい、で、今回の企画、はい、はい、これね、すげえ大事な案件だから、はい、これ、あの、ボーナス、いいっすか。やったー、いいっすか。ボーナス獲得チャレンジ、ありがとうございます。あ、チャレンジかけてやる、チャレンジね、はい、はい、で、一応今回が、2日間で、はい、演者ね、7人ぶっ込むから、お前らを入れて、はい、2日間のトータル収支プラス、はい、はい、これ取れたら、あの、もうその時点でこれボーナス、ボーナス、お前ら、いいんですか。頑張ろう。頑張ります。大輔マジで、マジ7人全員で、7人で、はい、トータルの収支プラスで、あ、トータルね。なるほど。じゃあ、まあ誰かがそれこそ万枚みたいなズバンといっちゃえば、まあ、この余剰が生まれて楽できますね。そういうことです。あ、もうやります、楽勝だよ。で、スペシャルで5月引いたら、はい、これボーナスちょっと上乗せ、いいっすか。やった、上乗せ、ありがとうございます、はい、これ10万わ、マジっすか。でかい、でかい、もうちょっとだよ。いや、そんぐらい大事な案件だから、わかりました、その媒体にとっても、はい、ね、やった、よかったでしょ。めちゃくちゃ嬉しいです、はいはい、で、一応ちょっとそれだけだとちょっと簡単すぎるから、はい、この帽子、うん、この帽子の売り上げミッション、はい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 、これ20。あー、全然これ20売れなかったらこれもらえない、はい、いやいや、楽勝っすね。楽勝だ、めっちゃかっこいいもん。いや、ですよね、大輔さん、これ、え、楽勝っすよね。めちゃくちゃいい。なんか今回、早くメッセージ性もあってね、はい、じゃあ30でもいい。いや、まあ、うん、もう全然、じゃあ30で、あ、じゃあこの帽子30と、はい、収支プラス、はいはいはい、で10万 OK10 万チャレンジ、全然で、はい、スペシャルで5月引いたら20万チャレンジ、はい、はい、いや、楽勝だよこれ。いや、これはなんか早く今回結構ちょっと甘めな、甘めだね、今回ちょっと甘めだから、はい、甘めで、優しい。ちょっとでもこの帽子もめちゃくちゃいいしね。いや、ですよね、ですよ、これ絶対大好き。どう、これ欲しい、めちゃくちゃ欲しいですよね。 ありがとうございます。これ、ちなみにいくらなんですか。あ、これ、ちなみになんですけど3000円です、はい、
え3000円です3000円です1個3000円です3000円だよね、はい、そうだよこれね売れて5っすねえちょっと大輔さんいやいける30いけるいや全然いけるっすよはい売れるこれちょっとヘビーヘビー後でちょっと相談いいっすかヘビーヘビーはいじゃあということでねダいやいついた、はい、来ました静岡県富士市のゴールドコンコルド、はいはいはい、これ1060台ぐらいかなおおでかいすごいっすねああ超絶有料店、はい、ああ静岡で一強だもんね静岡一強だからコンコルドさんああそうだねで、今回1日目のゲストね、はいイムさんよし、はい、来ましたよ静岡県民ですああ、はい、静岡県民何市だっけ何出身沼津市出身、ね、隣町のねイムさんお盆休みで実家から来てくれたから、はいはい、朝でゴソゴソしながら暗いうち、うん、どこ行くのなんて言われてゲストイムさんですかえゲストイムさん1日目のゲストイムさんはいこの3人で実践だから早見、はい、ちょっといいですか1個だけ確認あの今日あれっすね収支プラスが目標っすよねそうだね収支プラスでゲストイムさんっすかなんでなんで収支プラスのミッションでゲストイムさんってちょっと悪意ないっすかそんなことないやいやもう大作界なんでイムさん負けまくってるっすよ負け顔じゃんいや確かに静岡のそうですここのコンクールだから一番強いところだよ負けるわけねえじゃんこんなで一応収支がねあのマイナスになっちゃうとこの頃ボーナスもらえないからそうなんですよイムさん責任重大だよイムさん本当あのお言葉なんですけど僕屋台やらせてもらっててもう全てのリスナーさんからイムさんは負けてるってどの来店でも聞きますイムさんまたしょんぼりしてたよって大山くんって僕めっちゃ聞くんで超下手くそ超下手くそうるさいうるさい僕は勝てるかここにくれ勝てるから何年間やってんだよって何年間2016年からだわもうで一応今日狙い台は今日ね8月10日っすよ。8月10日。おい。8月10日。何バイオっすよ。バイオ。バイオですよ。浅はかすぎる。浅はかすぎるわ、もう。もう8月10日なんで、バイオ行きます。バイオ。大選びが底辺媒体だよ。底辺媒体の大選び。じゃあ、バイオね。はい、バイオ行きます。ポイムは僕やっぱ、ダイスも多いんで、やっぱ、北斗行け。来た、指定台。指定台じゃねえの指定台。ちょっといいですか何ダメ指定台もう絶対ダメなんだよ今もうあの好きで打ってるだけで指定台って言われてんだもんねそうですよそうですよ僕が今この業界にはびこるこの指定台のダメだよっていうこのキャンペーンをやらせてもらってるんでお前別に好きで打ってるだけだもんねそうですよ僕ほんと好きっすもん他の媒体のやつとは違うんですよピンポイントピンポイントでちょっと違うんですよ月で言ってるんで北斗ね北斗今イムさんは僕はもう決まってますよ静岡県のコンコルドって来たら寝台の角です現役の北郎の角寝台の角座っとけば OK なんで絶対負けない絶対負けるわ絶対負ける角ですよ角絶対負けるわなんで薬物撲滅みたいな薬物です指定台ダメダメ指定台そうだよねダメダメだもんねダメですって本当にムカつくもんね指定台なんか打たれたらそうっすよちゃんと抽選受けて普通に打ってるリスナー皆さんとかがバカバカしくなっちゃうんでそうですよねお前ねたまたま積もってるからめっちゃ言われてるもんねそうですってほんとたまたまだからこれハヨピこの後僕両替引いてもしも積もったらどうするんですかハヨピこれ終わりますマジでほんととにかくたまたまなんではいまあいいじゃあとにかくね3人で収支プラスにすればいい頑張ってこれいいとこ見せて出てるとこしっかり映さないと二度と呼ばれないから大事な企画なんで1個ちょっといいこと考えたんですけどあのこれね大事なこの企画なんであの大きなねこんなすごい店で、はい、クソ台ってどうなってるかっていう検証したいんですよ。はい、ってことはこれね早尾 P にゴールデンカムイを打ってもらって勝てるか勝てること間違いないんですよこんなでかい店なんで、はい、なんで早尾 P にちょっとゴールデンカムイ打ってもらって早尾 P がもしねもし負けるようなことがあればあののっぽパンを1人10本知らねえからのっぽパンとかお前いやいやリスナー知らないから知ってますよめちゃくちゃ有名なこう長いこういうパンですよのっぽパンが何のっぽパンを1人10本ずつ買ってください早尾 P が負けたらですよ負けたらゴールデンカムイ打ってもしも負けたらのっぽパンを1人10本ずつ買ってください企画名は早尾 P のっぽパンチャレンジ
チャレンジじゃねえよ。そう、また今このメーカーも打ってください。はい、強い店のクソ代がどうなってるかってこと。そう、検証してください。ああ、はい、ふざけんなマジで。勝てるんで。あ？絶対勝てるんで大丈夫です。じゃあ勝ったら何も出さなくていいの？勝ったら爽やかです。え？爽やかおごってください。お願いします。勝ったら爽やかハンバーグで、負けたらノポマンで。そうふざけんな。メリットねえじゃねえかよ。大事な企画なんで。ああ、はい、ああそういうことね。はい、ああ、まあ、いや、とにかくね。とにかく、ちょっと、とにかくプラスにしてくれよ。はい、頑張ります。ねえ、リムさん大丈夫？いや、大丈夫ですよ。ああ、これゲストの足引っ張ってさ、マイナスにしたらやばいから。お願いします。するわけないじゃないですか。お願いします。親みたいなもんすよ。もちろん、足を引っ張る。君たちの足を引っ張るなんてことはないよ。あれですよ、多分あの閉店間際になってあそこのフェンスにへばりつくから。やめて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 、本当になっちゃうから。フェンスにへばりつくから。やめて、本当になっちゃうから。こんなお盆ね、実家帰ってる時にパチンコ行って帰ってへばりついたらダメだったら帰れないから。やめて、本当になっちゃうから。売れたじゃんポエム。売れた売れた。みんな集まって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 、せーの、ダメしてない。よし、ありがとうございます。よかったね。はい、じゃあということで抽選、はい、はい、抽選結果、はい、あ、抽選300人がいたらしいけど、はい、はい、大丈夫？大丈夫です。はい、あ、大輔は？え？今日何をしたんだよ。すごい、ここで運使ってんだろ。いや、そんなもんです。今日はバイオ行きなんで。大丈夫？バイオ行くの？行きます。あ、じゃあバイオね。キムさんは？はい、149番。ああ、おお、俺ね、ギリギリ筋肉マン取れるかどうか。いや、ゲゲゲの鬼太郎は多分無理だと思うんですよ。しかも角で行ったら。はい、ポエムは？はい、私ポエム38番。ああ、なるほどね。もう、はい、もう北斗選びたい放題なんで、はい、ピンポイントで出てたらやばいからね。はい、全島の全部のデータ取るから。いや、でお前だけ出てたらやばいから。はい、なんで僕だけ1エンジャーだっすよ。なんで僕だけそんな、なんかこのなんか厳重でなんか絶対物取るだろうみたいな限界体制なんか丸抜けするやつみたいな感じじゃないですか。やらないんで、ね、とにかくね、はい、今から入場だから、はい、あ、ね、あの頑張って頑張ります。こんだけ暑い店でやらせてもらえるの暑いから、はい、でここで出てる映像をしっかり撮れれば次繋がるから、はい、あ、頼むぞ。任せてください。さあ見てください、これ学生時代たくさん行ったコンコルドさんに改めて来店で、これって有名ですかね。これさあ行ってきます。行ってきます。おはようございます。さあ行きましょう。さあ狙い台、よっしゃ行くぜ。バイオハザードこれで行きます。よし、頑張ります。おはようございます。お願いします。よーし、行こう。何が取れる、何が取れる。でで、やっぱこれでしょ。ダメしてない、ダメしてない。出そう、俺たちやろうよ。さあ頼むぞ。狙い台が取れるか。コンコルドグループはね、すげえ行ってて、これで来店できるっていうのはめちゃめちゃなんか感慨深いですね。いいことですよね。本気上げる。あー、ダメか、ダメか。入ってないわ。入ってないじゃん。やべえ、どうしよう。行くか。関係ないでしょ。とりあえず出せばね、文句言われないから。俺にするか、やっぱり。ここにしよう。君に決めました。荷物。荷物、わかるよね。もう。はい、じゃあいきます。今の確保した台はこちら、バチスの筋肉マン爆地。まあ、ただワンチャン引っかかればドカッと出る可能性があるのもまたこの台なんで、いきましょう。あのね、リスナーの皆さん、そして今回この企画に参加してるポエムと大輔、ああ見届けてくれ。俺の爆地を。爆地だから。そもそも本質はパチンコパスロの本質は爆地なんで、ああやっぱり勝つ、あの確率を高めるっていうのもあるけど、やっぱり基本はどっちに転ぶか分かんない、乗るか反るかの爆地がやっぱり基本でしょうということで、やっぱり北斗の拳、今日は何としても絶対に勝たなきゃいけない日。僕がね、大輔さんの足引っ張るわけにはこれ絶対いかないんで、ロングフリーズいくぞ。1枚目、今日はまず何といっても収支をプラスすること、ここちょっとね、ここにね、こだわって今日は行きたいと思います。もう大切なね、この静岡のこの案件任せてもらったからには、これ、不甲斐ないね、実践、
出せないんで、やっぱ結果で、結果で語ろうよ。やったー、バイオセブン取れました。バイオセブン今日壮大なんですよ。8月10日にこの大事な大事な初日、この手堅くバイオセブンでもう初日勝ちます。さらば信成1枚目、8月10日にバイオを打てるなんて最高ですよね。よし、さあこれはもらったでしょう。天国、あれ弱いな。おっしよ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 し、エブリン来たよ。さあこれ AT 直撃、 AT 直撃ならあれるよ。さあ、170ゲーム、もうこのチャンスを決めます。いこう、直撃、直撃来たら6です。6、もう直撃したら6、いくよ。さあやっぱ、うわー勝った。まあ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 、93ゲームあーないか、いけエブリン、残念。はい、93ゲーム372枚今日バイオの日、完全にやりました。もうぶん回します。当たってるな。ちょっと待って、これ僕思ったんすけど、いや当たりなんすけど、これ328ゲームなんすよ。待っていたぞケンシロウ。これもしかしたら弱水化か300台の天井引っかかってる可能性はある。多分こんな程度で当たるかっていうのあるんで、はい、これ謎当たりか300台の天井で当たってる可能性あります。わかんない、まあ回せばわかる今日。オッケー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 、まあまあまあ、ここで調べ、2セット262枚で終了です。まあそうだね、でもジャギスタートまだまだいけるよ、全然いける。1セット110枚、1セット139枚、1セット220枚からの、おっ入った、熱い、カウントダウン入った。北斗ゾロイはあるぞこれ、ワンチャン北斗ゾロイある、マジある。あーこれダメなのか、これ何が出れるんだ。北斗あちちいか、当たりっすね。はい、 OK、 よし。さあ571ゲーム、超投資がぴったり3万円、もうこれ以上は無理、マジでここでなんとかする、いきます。あかー、外ろ、はい、あー青かー、まあまあまあ、ちょっとこれ死に物狂いで伸ばします、いきます。チャンス100列券、あーパッチ、よーし、いいだぞー、熱い、おいジャギじゃない、ウイグルか、いや決めよう、ここ勝たないとダメ、いきます、全身全霊で。レアク、もうとにかくレアク、いきます、ある、構えでしょ、レアク、よしよし、うまよし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 、いや頼む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 、トキ兄さん、いやさあ3セット目おあるぞ、さあどっちか、レアク来たいレアク来たい、あーレイカ、オッケー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 、はい、うわーシュトか、あります、当たれば全部ひっくり返る、あ当たった、あるあるある、下パネ消えてないですけど3割ぐらいあるはず、いきます、ある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 、いやマジ頼む、当てたぞ、いやーレアク引けない、いきます、はい頼む、うわー頼む、お願いリンリン、いやーお願い、6セット759枚で、あ
サウザーっすね。いっちゃいっちゃいっちゃ当たっちゃい当たっちゃい当たっちゃい、よし来たー、でけーよし、246ゲームソード値が15ケースで、さあ行きましょう。いや比較的早いゲーム数で当ててることできてるんで、今日の筋肉マンはやれてます。さあお願いしますよ。誰だ、アトランティス、いや取ってる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 、うわーマジか、よーし通した通した。さあ2戦目いいよ、粘り強く粘り強く残っていこう、負けらんないよ今日は。おひた、いいよ、いけるいける、オッケー、おおこれはいい、おら突破、おい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 、でかいやつでかいめのやつついてるよ、オッケーオッケー、取った取った取った、めちゃめちゃいい感じじゃん、おっしゃおっしゃおっしゃ、もうこのままの勢いのままもう全然突破します、オッケー、ナイス。さあ4人目は誰だい、マウンテン、ゴリゴリ引いちゃえば、お、スイカ来た、うわ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 、ありがてーありがてー、あと3人いきます。いやちょっと引いときたいな、引いときたい、チェリーチェリー引いときたい、帰ってこい帰ってこい帰ってきて、いや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 、そんなわけないよ、最後は引いてる、最後に引いてるはず、取った、帰ってきた、いや今日は違うよ、突破、あと2人です、今日いけるこれはいい、よしあと2人だよ、あとはまあまあここはもう勝てるから、ステカセキングは、いや引けない、いや突破してる、突破してるはず、このままいっても突破してるはず、よし、あとバッファローマンだけ、ここ通しておきたい、頼む、よし行くぞ頼む。さあ最初ここめちゃめちゃ大事なんで、ここを通すのと通さないのと今日の展開全然変わってくるんで、さあ頼むぞ、いやこれもう全然違うからね、ここ本当に勝つのと負けるのと、ここまで来ていけるぞ、いける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 、そして、獲得枚数は1000枚突破、頼むぞー、1枚そのまま1枚頼む、あ1枚そのまま頼む、いってくれいってくれいってくれ、あいやまだ分かんないから、まだ分かんないです、頼むここに引けや、あ、でもモンゴルマンだからあるぞこれ、帰ってこい、あーなんで終わっちゃった、嘘でしょ嘘でしょ、せんうわー、これがミームクオリティですわ、あー A3 セット433枚で、うわー5セット510枚です、よし1セット129枚、もういやちょっと弱いな、うわあ得点役だ、95ゲーム当たった、こぼしたかと思った、うわこれ惜しかったな、前兆中だったらね、本前兆中だったらフォークと揃いなのに、2020年ゴールは大当たりの炎に包まれた、よし当たりました、いきます、フォークと揃いでいいんじゃない、
特定薬だよ。特定赤だな。早い。ハズロ、レインボー、緑。お、あれいいじゃない。グリーン、グリーン、グリーン、グリーン。よっしゃ、完全に来てる。完全に来てます。流れが。はい。やめてくれよ、ケンシロウ。単発やめてくれよ。よし。ナイスケン。うわっ。お、無双点あるぞ。ある。うわー、どうだ。下バネ。消えろ。うわー、消えない。7球以上はこれで確定ですね。いや、無双転生チャンスあってもいい、あってもいいよ。油断しても行きます。はい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 。うわー、ラッキーでー。もう、3セット、277枚で終了です。ないんかい。もう79%が。マートサウザー。はい、現状なんですけど、投資3万円でグラフがですね、こんな感じですね。今耐える時、ヌメヌメしてるように見えて耐える時なんですよ。耐えて耐えて出す。さあ、追加投資。さらば信成2枚目いきます。さあ、天井当たりました。ゲーム数が746ゲーム、天井ですね。総投資が16,000円。いいよ、消えろ消えろ消えろ。よーし、大チャンス、やった。はい、97ゲーム。はい、214ゲーム、1027枚、ギリプラスですね。ほんとちょっとプラス。このまんま6なんで打ちます。頑張ります。いきます。よし、はい、当たりました。648ゲーム、持ちメダルなし。これ見てグラフ、ほら周りもめちゃくちゃ出てるのに。え、何これ、なんで。3枚目、絶対更新するからね。今日は絶対更新します。で、追加投資4枚目です。頼む。結局みるみる入ってって今マイナス2000枚。今投資がね 38K なんで。あ、じゃあ昼の1時ね。はいはい、はい、あの状況どんな感じ。いや、いい感じっすよ。そうっすね、はい、僕もいい感じ。俺もいい感じ、いい感じ、俺もいい感じ。あ、そう、はい、静岡最強って感じ。さすがっすね。さすが静岡最強、はい、静岡最強、はい、最強です。お、大丈夫。あ、じゃあちょっと状況説明して、はい、じゃあイムさんから、はい。俺朝一筋肉マン座って、マイナス4万。ちょっと。いやいやいや、なんで筋肉マン行ってんすか。いや、ほって、なんで、なんで、なんでなんで、なんでイムさん。いや、てか、マイナス4万だって今日、あれですよ、プラスになれんすよ、名前が。はい、なんで筋肉マン行ってんすか。なんで、1か8かみたいな。アホやん。え、死ぬやん、絶対。好きなんだよ、筋肉マンが。案件とゲーム性が好きなんだよ。好きなの。イム好きなの。イムさん、お盆初日10万円負けます。マジで。いやいや、そんなマジで負けんじゃん、絶対。このまま終わんないから。大丈夫だから。なんで行ったんすか、筋肉マンの。昼でしょ、まだ。夜まであるじゃん。そこまでね、1回入れればいいんだろ、醤油エイティって。そうだね。そうだね。心配すんな。1回でも入れればね。入れればって出んだから。スペシャルでも乗っかるから。はい。全然、全然。イムさん、心配しないで。いや、マストでお願いしますね。これ、イムさん、このままもし1日目にマイナス14万みたいな感じになったら、もうあれだからね。企画ぶっ潰したことになるから。いやいや、そうっすよ。そうですよ、早尾さんまで。いやいや、安心してくれる。そういうなんかフラグ立てるのやめてもらえます。2日間なんで。コンコルドできんだぞ、もう。やば。とりあえず、ユミさん、それやばいから。ジョイで入れるから。安心して。ちょっとお願いします。はい、お願いします。ポイポイは？あ、僕ですか。僕は、まあちょっと若干ぬめってて、ちょっとマイナス、5000円とか6000円くらいなんですけど、まあ、おおむね、
積もったかなというところであります。まだまだ予断許さないんですけど、まあ上かなみたいな。やっぱり積もるんだね。ちょっとさすがっすね。なんか確実に積もるじゃん。ちょっと待ってください。なんでそんなに積もるの。いややっぱりってなんすか。うん、皆さんあのさ、店の人と LINE するのやめてもらって。あやっべ。勝手に LINE するのやめてもらって。あやっべ。いやさすがっすね。僕誰一人。誰一人 LINE してないですよ。感謝店長とか慶応さんとか何年もお世話になってますけど知らないですからね。誰も知らないんで、ちょっと媒体飛び越すのやめようよ。媒体飛び越してやるのやめようよ。なんてこと言うんですか。僕はただ4番をたまたま引いて脳死で北斗のカード行っただけですから。それだけなんで、こっからバコッと出すんで。いい感じでしょ。まあまあいい感じですね。まあまあでもね、ちゃんとこれで頼りになるね。やっぱね、頼りになる。さすがやめてくださいよ。つもり師でしょ。つもり師。つもり師。つもり師。さすがつもり師。つもり師ってなんすか。つもり師ってさすがだ。全てたまたまですから。偶然。いや他のお客さんとかも出してますし、僕と。そう出てるよ。周りも出てるけど。出てる出てる。やっぱあの静岡最強なんで、僕をピックアップするやめてください。なんか僕だけを、僕だけをこうやるのやめてください。いやでもね、毎回毎回ちゃんとね、ちゃんと積もるからね。絶対ね。いやいや、まあまあまだでも予断を許さない状況なんで、ちょっとしっかり出せるように、ちょっと頑張ります。お願いします。はい。頑張ります。大輔は？いや僕ね、ちょっといいですか。ちょっと見てもらっていいですか。大輔、あれでしょ、抽選2番引いて、抽選2番っす。バイオ行ったんでしょ。はい、バイオ行って、見てください、このグラフ。これ、ウジ虫です。何？ウジ虫。何？ウジ虫。何がウジ虫だよ。何すかウジ虫。何がウジ虫だよ。マイナス2万円です。え？ちょっと、大輔さ、お前アホじゃん。いやいやいや、いや、ちょっと待って、周りの状況めちゃくちゃいいんすよ。周りは。ただ、僕の代だけウジ虫なんですよ。お前ね、このご時世にね、このご時世に 6.5 号機のバイオセブン行ってウジ虫ってやべえから。大丈夫っす。大丈夫っす。今からなんで。ウジ虫って出んのこっから。いや、知ってました。このウジ虫がね、どういう風に変身するか、蝶になる可能性があるんですよ。羽ばたく可能性が。羽ばたかなかったらやばい。大丈夫です。基本的にどうなるの。基本的にはあのウジ虫なんで、あのどんどん地底に潜っていくんですよ。2だろ。ダメじゃない。2だろ。ダメじゃないですか。2だろ。いやいや、ハビ、最強、最強の店ですよ。ああ、最強の店だからね。はい。で、今日は8月10日っす。8月10日でウジ、バイオ売ってウジ虫でしょ。そう、ウジ虫。やばいから。大丈夫です。うん。まずちょっと、閉店までに全員ちょっと、イムさんはまず上位入れてさ、そうだよね。ボイムだって無双転生バトルでしょ。で、お前もなんかね、ちゃんとウジ虫、ウジ虫を超にしないといけないんだから。はい、わかりました。頼むぞ。はい。決めます。頑張れよ。大事な案件だから。そうっす。コンコルドさんの。だから失敗は絶対許されないんで。でもやろ。でもみんなちょっと忘れてない1個。何ですか。忘れることあるよ。何？ノッポパンチャレンジ。何？早押し。ノッポパンチャレンジどうですか。俺ちなみにあの280番ぐらいで入場して、今ねあのマイナス4万。マイナス4万。いや。はやぴ、わかりました。これね、静岡最強の店でもさすがにお盆初日はゴールデンカムイ入りませんでした。わかりきってんだよ。わかりきってんだよ。さすがに、さすがに、さすがに最強の店でもお盆初日はゴールデンカムイ1です。朝300人並んでね、あの、座ったの俺だけだから座るわけねえんだよ。いや、ほんと検証、ありがとうございました。もうあの、これチャレンジ失敗でいいですか。え、いや、まだまだ打つよ。ありますか。ふざけんな。あ、本当ですか。こっから、こっからだよ。あ、本当ですか。じゃあ頑張って。こっから蝶になんだよ、俺の。頑張りましょう。はい。あ、これもしチャレンジ失敗したら、あのノッポパン買ってきてくださいね。何、ノッポパン買う。まあ、だから俺の収支がマイナスだったらノッポパンでしょ。そうです。もし失敗したら、チャレンジが失敗したら、ノッポパン。はい、一人10本。食い切れねえだろ。いやいや、大丈夫。食い切れねえだろ、そんなお前。いやいや、一人10本、お願いします、ぜひ。じゃあ失敗したらでいいんだよ、ハヤピー。だから俺の収支マイナスだったら買ってやろうじゃん。ありがとうございます。てか10本食い切れんの。大丈夫、食えますよ。生ものじゃん。いやいや大丈夫だよ、食べてもらいたいんで。確かに僕ちょっと気になります。どんな感じ。食ったことないでしょ、のぽぱ。ないです、ないです。食べてもらいたいですよ。美味しいですか、やっぱり。あんま美味しくないよ。え、あんま美味しくない。美味しくねえんだよ。あんま美味しくねえから。いらねえから。食べたいんだよ。はい。お願いします。とにかくプラスしてやる。はい、ちょっと。よし、行こう。頑張ります。ね、最強の店のね、動画しっかり。そう、終わらないで、終わらないで、終わらないで。イムさん、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 なんて筋肉マンなんですか。入れりゃいいんだ。なんて筋肉マンなんですか、イムさん。好きなんだよ、筋肉マンが。いや、筋肉マン好きなの。筋肉マンやばいっすよ。好きな、強い店で好きな台風って何があるんですか。まあ、確かに。出してくれよ。出るか。お願いします。絶対出ねえじゃん。絶対出ねえじゃん。ゴールデンカムイも出ないから。そんな言ったら。でっでっ。うわあ、真っ白か。3セット455枚。
あー1セット198枚終了です。また白、はい、ということで1セット204枚ですね。今日当たりの7割ぐらいが単発だ。ないよな。はい、持ちメダルが1043枚です。投資家らず2000円。やば、これ2V 直撮揃え。マジで頼む、マジでマジでお願い。北斗でしょって、北斗。うーわっ、なんでよ、外れろ。うわー、緑、緑っすね。北斗揃いだろー。いやもう勘弁してくれよ。はい、2セット218枚で終了です。これでなんとか最後にして5枚目追加投資です。頼む、スピード飛んできて、シナリオがバフォローマン頼む。這い上がってこれず、 SP もちょっと出る気配ないん で今のところ投資が49000円、持ちメダルが545枚。パチンコでの1枚目、まあ実質6枚目ですね。いきます、頼む、マジで帰ってきてくれ。これにかけるしかねえ、初打ちだけど、まあまあ大丈夫でしょう、当たりよ。なんかさ、俺が足引っ張ってるみたいな感じにさ、ちょっとなっちゃってそうなんで、なんか俺が足引っ張ってるみたいな感じになっちゃってない？終わった時に、終わる時に勝ってりゃいいだけの話なんで。ああ、何をそんな騒ぐことがあるのってね、みんなね、見てろって。もう行くしかない、7枚目。すまん、俺の博打の生き様を見てくれ、もう今日ばっかりは頼む。はい、おーし、はい、伝えてた。92ゲームです。待っていた、はい、早いって。レイボン、青、さあ頑張ろう。いきます、持ちメダルは1060枚。頼む、よし、助かったー、単発回避。高校時代、高校だ。そんなやわな剣でこの体に傷一つつけることは、これはね、なんもないと思う。うわっ、マジ来たー、マジで来た。これもう今日もうほんとラストチャンス、ラストチャンス、マジで決めるぞ。いいよいいよ、全然いいよ、むしろ来いよ、むしろ来い、もう望むところっすよ、望むところだよ。ねじ込め、集団チェリーでねじ込むぞ。来い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 、よし。
あるある、いける、いや、いける、お願い、うわー、頼む、揃え、あっとー、はっ、よし、来いよ、うわー、で今度こそ揃え、うわー、さあラスト、って思うじゃないですか。もう1ゲームあるんすよ。ここで決める、うわー、ナビは弱いな、はい、うわー、ない、マジで言ってます。5セット581枚、持ちメダルが1644枚で見事まくりまでは行きました。いやー、ぬめってる、いや、これはね、間違いなくあるんですよ。もう手応え感じるんすけど、行くぞ、行け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 、大丈夫、おし、スイチャンス、おっしゃ、オッケー、はい、90ゲーム、来い来い、うい、184ゲーム844枚、よし、あるワンチャンある、これワンチャンある、直撃ある、直撃あるよ、さあどうだ、頼む、いけ、よっしゃ、大チャンス、ありがとうございます、最強っすね、最強ホールです、はいはいはい、100円、よし、行こう、さあ、147ゲーム701枚、あの、これもう設定がいいんでやります、はい、さあ当たりました、さあ、持ちメダルが1100枚、もう本当にトントンです、投資が 22K トントンです、グラフはウジ虫です、通します、ここだ、勝負、通せ、頼む頼む、行け、音変われ、来い来い、大丈夫大丈夫、大チャンス、しゃあ、危ねえ、やった、危ねえ、行くぜ、完走、完走行くぞ、おい、マジかよ、まあダメ、諦めんな諦めんな、大丈夫大丈夫、いや、めっちゃくれ、バイオゾーンバイオゾーン、よし、ある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 、いけるいけるいける、いけいけいけ、よし、大チャンス、いけ、3つ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 、あー2個か、もう1丁もう1丁、もう1個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 、うわー、まあ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 、よしよしよし、伸びた、よし、タイム、頼む、よし、下がれ、3つ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 、うわー2個か、来い、よし、もう一個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 、もう一回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 、ああ、まあ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 、さすがコンコロさんっすね、オッケー、いやー最強だわ、ちバイオめっちゃ楽しい、さあレイチャンス、完走しました、よし、いやー粘った甲斐があった、しかもこの画面、うわー最高、はい、完走しました、高橋大輔1日目
プラスで終わることができました。いやーずっとねうじ虫実践だったんですけど最後完走できました。ありがとうございます。真剣勝負いったよ、真剣勝負いったよ、行っちゃっていいよ、行っちゃっていいよ、行っちゃって、行け行け行け、頼む、もうここしかない、どうだね、行っとけ、行っとけ、頼む、うわー、星3つだけど、どうだろう、行っとけ、行っとけ、頼む、頼む、頼む、勝っとけ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 、もう、え、痛い痛い来たありがてえありがてえありがてえ助かったよし、こっからだぞ、まぐれるぞ、投資がね、全部で、66系です。おい、サザエムラ、サザエムラ、サザエムラ、やめとけ、やめとけ、おい、待て、行っとけよ。なんでだよ。勘弁してくれよ。やばい。どうなんの、どうなんの、どうなんの。ふざけんなよ。行っとけよ、頼む、送迎しろ。やべえ、テンション事情来た。頼む、頼む。大丈夫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 、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけないよ、一撃で来い、帰ってこ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 い、ふざけんなよ、帰ってこいよ、ケーシロ、待って待ってくれよ、もうなんでいつもこうなの、おいおいおい、帰ってこいよ、よし、危ない、助かった、助かった、危ねー、おっしゃハイパーボーナス、よし、その調子でいっちゃって、え、いや、ここしかないから、あ、ちょっと待って、サウザー越えろ、サウザー越えろ、やばい、あー、なんだよ、おテンション重視法じゃないよ、これいける、これいける、極性重視系はいける、よけろよけろよけろ、いやー復活して、いけるよ、あ、さっきも復活してるから、来い、疲れた振りはやめろ、疲れた振りは言っとけよ、おい、いや、まだまだわからない、まだわからない、通れ、通ってくれ、かー、終わった、マジで、いやマジか、今のはやばい、なんでだよ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ1日目ね、はい、ゴールドコンゴールド、はい、はい、1日目終わって、はい、はい、結果どうだった？はい、はい、じゃあ僕からよろしいですか？はい、僕北斗拳を1日打ち切りまして、はい、プラスの100枚、よし、おー、危ます、プラス100枚、プラス設定入ってないんじゃないの？いや、やべ、ぶっちゃけ6あります、6だ、ぶっちゃけ6あります、ありますけど、もう正直引きがめっちゃ弱くて終日、ぬめった結果、まあなんとかプラスの100枚っていうところ落ち着きました。あ、そういうことね。はい、じゃあ何、6の引き終わってことですね、多分そうだと思います。はい、おさつもったね。まあ間違いなく上は間違いないです。やっぱり積もるんだ ね、やめてください、やっぱり積もりましたね、やめてください、やめてください、どうするんですか、え、明日
いや、なんかやりづらくないですか、僕。これで明日なんかまたなんか明日もつもね、明日も普通にありがとうございます。これやっぱ静岡最強なだけあるっていうことですから、はい、証明しました。北斗終日打っても負けないってことだもんね。負けないっす。アームが弱いやつが打っても、はい、これ強い人打ってたら多分4戦目ぐらいピョッといってたんですよ。はい、そういうところ規制台なんかないもんね。ない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 、はい、ダメ指定台。はい、ありがとうございます。そういうことです。はい、うちの場合はそういうのやらないもんね。一切ないっす、一切ない。もう実力で積もったんで、はい、いやもう明日頑張ります。積もり師だっけ。積もり師積もり師ってなんすか。やべ、積もり師積もり師ってなんすか。外さない。いや外さないとかじゃないですよ。今日もうほんと抽選も良かったんで、お店がやっぱ静岡最強って、そういうことです。そういうことだよね。コンコールドが最強だからってことだね。そうです、そうです。証明された、はい、証明されました。はい、じゃあ次大輔。はい、バイオハザード7、手術打ち切りまして、ウジ虫実戦が超になりました。2400枚プラスで、フィニッシュです。ありがとうございました。おすごいね、すごい。ウジ虫から超呼ばれたの。はい、呼ばれました。おかしいだろ。いや最高でしたね。すごいね。でも、はい、2400枚プラスですよ。感想しましたね、最後バイオのコーナーやっぱ出てたね。出てましたね。はい、何今日8月10日っすよ。バイオの日。バイオの日、バイオの日で、はい、やっぱさすがゴールドコンコルドさん、はい、やってますね。分かってますね。語呂合わせにも対応してるってことね。ほんとそうっすよ。はい、静岡一強なんで。はい、よかった。じゃあ大輔プラス2200枚。プラス200枚。2人でプラス5万でしょ。めっちゃすごいじゃないですか。はい、あらっす大輔さん。いやいやしちゃ、え、ここの感じいけるか。いけるね。マジですか。マジここで5万でしょ。はい、よしよしよし。やばいやばい。イムさん、あの筋肉マンどうだったの。何ですか。はい、僕、終日筋肉マン打って、はいはい、なんと、うん、マイナス2350枚です。ちょっと雑魚。雑魚何。この最強の店で。最強の店で。最強の店で。一回も SP 飛んでこない。ちょっと待って、早ピコゲスト入れないじゃん。そうです。え、なにこれ。僕と大輔さんだけだったらバリバリプラス。え、だからプラス150枚ぐらいになったってことでしょ。え、2000円だけプラス。そう。そんなことある。まあ2日目もね、トータルでプラスにすれば。そうそう、いや、まあまあそうですけど、いや、そうですけど、本来だったら5万以上プラスっすよ。そうっすよね。わざとでしょ。いや、わざと。よくないっすよ。いや、絶対わざと負けてるでしょ、これ。わざとやるわけないやん。なんで、なんでわざと家庭持ちの人、男はね、なんでお盆の初日来てわざと4万7000円も負けるの。わざとなわけないやん。だってめちゃめちゃ最強の店っすよ。いや、そうっすよ。めっちゃ盛り上がってましたもん。いや、これゲスト悪意ありますわ。これ頑張っても無理だもんね。はい、はい、ちょっとイムさん、すいません、あのちょっと差し出がましいんですけど、あの今後ちょっとこのようなお仕事はちょっとあの早ピンに言って断って。おかしくないっすか。いや、こういう企画は今さん自分で辞退した方がいいじゃん。なんでちょっとお願いします。いや、俺だって強い店に打ちたいじゃない。申し訳ないですけど、すいません、すいません。いや、ほんと申し訳ないです、すいません。いや、ここだけ別企画とかにすればいいじゃん。いや、そういう強いとこはここさせてよ。あ、いやいや、もうゲストなんで、今日は。いや、これ悪意あるわ、ゲスト。いや、ですよね。まあまあ、でもね、イムさんやばいじゃん、4万7000も。何、イムさん4万7000初日で負けたんですよ。そうだよ。大丈夫。大丈夫じゃないよ、うん、なんでこんな大丈夫じゃないのにさ、こんななんかオーバーキルされてさ、なにこれ、いつからこんななっちゃったリムシャン。おかしくない。自分が作った、自分が作ったのにね。おかしくない。マジで親刺されるみたいな感じだよ。そんなびっくりしたよ。あ、まあ残念だったリムシャン。残念だ、まあ、まあ、しょうがないね、はい、帰ればもう手伝うんすね。じゃあ明日頑張ってください。ちょっと待って、あれ、ハヤピーどうなりました。え、のっぽチャレンジ。のっぽチャレンジどうなりました。俺のゴールデンカムイも、はい、あの店が強かったみたいで、はい、なんか割と持ち直してる。え、でマイナス1000枚ぐらいで。おー、すごい。そうすごいな。じゃあすいません、一個訂正させてください。最強の店はお盆の初日でもゴールデンカムイ中間設定入れてます。中間もある。中間はありました。はい、ただのっぽパンチャレンジ失敗です。はい、マイナスだからね。はい、ああ失敗でした。だからもううるせえから、もう勝ったわ、これ。はい、わー、ありがとうございます。これすごい、勝ったわ、これ。すごいっすね。試合失敗、試合失敗。業者の買い方や、いやいや、業者の買い方や。すごい。ちょっと待って、これね、30分買ったらね、はい、あの5000円したから。ふざけんな。いや、結構しますね。イムさん、今日あの負けちゃいましたよね。うん、じゃあこれ、ノッポパン。いいの。はい、10本もいいの。はい、10本。すごいすごい。ふざけんな。こんな10本もさ、いやもうめんどくさいんで、こっち持ってってください。めちゃめちゃ助かるよ、こんな。うち子供もね、あの年頃でパン大好きなんで、これね、こんな10本もらってね、まあ
どう今日4万7000超えてるから1本4700円。うちの子供超高級なのっぽパン1本4700円ののっぽパンがうちの子供食べさせてあげる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4700円静岡県民のソウルフードだもんね。いやソウルフード魂のこれポエム知らないでしょ。いや僕知らないですよ。俺もさ多分お前らもそうだと思うけどこれ食って育ってるから。そうみんなそうなんすね。いろんな味がある。なるほど。大好き。その何味？クリーム。あクリーム。どう？うまい。パープル。あんま、やっぱ、あんま美味しくないっすね。え、僕も、よろしいっすか？ちょっと食ってる食ってる。パイナップル。え、パイナップル味。パイナップル味。これパイナップル味。これ期間限定だよ。これ美味しい。これで、これでちっこくなってるから。初でちょっといただきます。どう？ノッポパン。うん。どう？はい、はい、はい、はい。何？ハイピー。ちょっと明日、このキャップを買ってくださった皆さんに、これ1本お渡しするっていうのどうですか？ちょっとなんでお前そんな何いやもう何総付け経費みたいにしてるってこと。そうですね。キャップ1個買ってもらってこの1本プレゼントみたいな。ふざけんな。俺5000円かけて買ってんだよ。食えよ食えよ。あんまり美味しくない。マジでふざけんな。見てるから生産者さんも。マジであんまりなんかまあこんなもんだよ。なんかパッとなんかこんなもんでした。ふざけんなマジで。おいめんどくせえからこれ買いに行っていちいち全然売ってないですもんねこれね。売ってないから探してお前何件何件も浜松は売ってないんですよ。はい。でもやっぱあの懐かしいなと思ったんですけどやっぱあんま美味しくない。ふざけんなマジで。もういいやじゃあとにかくね。あこれ1日目終了だから。はい。で一応プラス3000円で2日目に持ち越し。はい。で明日ねスーパーコンコルドっていうあの静岡市のめちゃくちゃでかい店だから。おお明日も楽しみだね。頑張りましょう。明日本当にもうキングだから。はい。あの静岡で一番すごい店行くから。はい。ああ楽しみだね。はい。楽しみます。楽しみです。明日は頑張ります。明日頑張って。頑張ります。だ、早く一個いいですか。明日はちゃんとしたゲスト呼んでくださいよ。ね。まあまあ確かにちょっとはい。そうですね。ポエムからも言ってもっと。いやなんかあのゲストって本来こうなんかよりプラスにしてくれる人じゃないですか。はい。なんかちょっとはい。今さ、今後はあの辞退。申し訳ないですけど、今後は何卒ご一行ください。よろしくお願いします。まあ明日ちょっと強い店行くから。お願いします。イムさんの後、お盆家族サービスしてやった。家族サービスして。俺どんな気持ちで子供に接すればいいんだよ、こんなの言われてさ。パンどうぞ。4700円のパンあげて。お子さんに。一口500円ぐらいじゃん。一口500円。超級っすね。超級っすね。あ、あと帽子は？帽子帽子の声と帽子のミッションは？帽子ですか？今日あの僕途中経過見ただけで15話。意外と売れてる。俺いいじゃん。ってことは明日15で。ほら達成じゃん。あちゃん。意外と売れてんじゃん。いやもうこれもやっぱりハイペース。ことっす。僕の気持ちが伝わってこれはこれはユーザーの人みんなが思ってるんですよ。していないダメだって。そういうことね。はい。だからあの女演者とかあの来店マンコがあの店長のチープをかぶってロコを打つっていうのがこう気に食わないですよ。皆さんね、推しの女演者いたら来店にこれかぶって行ってこうかぶってですね、で朝の抽選とかで会ったらこうやって言って「おい」って「お前しゃぶってないよな」って「しゃぶんなよ」って「しゃぶるんじゃないぞ」って「正々堂々勝負しろ」ってこれ、はい、具体的な例で言うとやめろやめろうるせえから、うるせえから。とにかく言って、完全で。話しかけるの怖い方はこうやって言って。これでやば。これでね、ドキッとするんで本人は。いやじゃとにかくね、明日もちょっと強みで頑張りましょう。はい、じゃ頑張ろう。はい、頑張ります。ね、これこの案件ちょっと続けられるよ。はい、そうだね。はい。いいよ。イブさん、イブさん帰っていいよ。また呼んでるし。明日も頑張って、また来店取ったら、次俺も呼んでんのか。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけてください。ありがとうございました。雑魚、雑魚、ユーザー。じゃあ、いいの本当書いちゃうよ。今日フェイスゲーはいいっすか。フェイスゲーやっとく。フェイスゲーやっとく。いやいやいや。もうさ、そういうのは終わったからもう本当にさ。いやもう無理。ああ。早さ無理だってもう。もう無理、もうお金使いすぎちゃって、あの家族とかさ、子供の貯金とかも今手つけちゃって。もう無理。はよさ。静岡のコンコルドって言ったら、一強だから。一強。
前を引いたんで好きなんだよ。もうお金使いすぎちゃって、あの家族とかさ、子供の貯金とかも今手つけちゃって。めちゃくちゃでかい。空気落ち着いてって話だ。ゴールデンカムイで全部ナマさんのお尻のおかげです。はぁ、あ、はぁ、あ、僕に困らなくていい。